いやなんかどうやら今パズラではなんかとあるね遊びが流行ってるらしい。艦隊写真、まあ、ちょっと僕レベル110じゃないからこれ艦隊じゃないんだけど、まあ、ちょっと僕まだまで使ってないんでちゃんとあのバリバリちょっとハロウィンから今未だに宿題を残し続けてるこの僕のねハロウィンマデュー艦隊、まあ、一応艦隊ですから、まあ、艦隊じゃないという艦隊ですから、まあ、これ多分、まあ、艦隊で募集すれば来るんじゃないかということで今回は、まあ、パズドラーがねどんなもんなのかというのをちょっと見てみたいんで、ちょっとまあちょっとせっかくだからフレンドさん借りて、ちょっとまあねせっかくだしちょっと待ってみようかなと思います。で、あの皆さんこれで気づいた方多いと思います。こいつさっはいやはうおいなんかいきなりやめていきなり変なやつなんだこいつあやばい全部しかもレベル意識高すぎないかこの人は。ええパズドラってこんな異次元だったの。えやばやばい、しかも俺1個しか用意なかった。この人ずっと全部ループさせてる。待ってよ、なんかいきなり恥ずかしくなってきた。なんだこれ、なんか共感性周知みたいな。え何もんこの人。えしかも全部艦隊、まだパズドラパス実装されてないのにありがとう。しかも艦隊、ごめん艦隊動画、あタイトル詐欺、なんなこの人たちレベルが高すぎる。ちょっと待って詐欺、これさ嘘ついて、飲んで2体みんな持ってんだよえしかもえ花嫁セラこれ待ってこれと写真撮っていい、花嫁セラ、この人ゼラも全部なんなんだこの人たち。えこのさパズドラってさなんでこの人たちこんな意識高いの、すげえな。ちょこの人たち抜けたらさ詐欺だから一回さ変えよう、ありがとうね。ちょ艦隊動画撮りたいにしていいか。えパズドラってこれ待って、これで1時間ぐらい遊べない、もしかして新しい遊び。最近パズドラやることねえなと思ったけど、これもしかして新しい遊び見つけた俺。さては大木戸さんごめんな、ずっとフレンドで使って勝手にバレないように使うから自分のもんみたいな感じで。いやーもうさく、えこの人フレンドなろう俺と、ね、フレンドならない。すごこれ全員1億経験値いく、行かないけどね、行かないけど、ありがとう、すげえ、行かない、ごめん、行かないけどね、ありがとう、すごいな。艦隊動画、あ違う、あの別にここの画面だけなんだ。そう、あ艦隊、ライライ、お前何遊んでんだよてめえ、てめえ遊びに行くんだよライライ、お前何しれっと遊んでんだよ。意識高すぎないパズドラ月島持ってないやつおるん。まあやばいね、パズドラのレベルの高さを知れたね。ちょあとじゃあ1分ぐらい待って終わってみるか。ちょっとせっかくだしね、せっかくだしあと1分ぐらい待って一グルが見てみようぜ。君もうもはやニーゼックは周回できる、これもはやそれなりのダンジョン全部いけるじゃん、そこまでやっちゃったら。すげえ全部潜在まで振ってるんだねみんな、めちゃめちゃ真面目じゃん。普通のパーティーの人もしかしてごめん、いや普通のパーティーなわけなかった全部スキルマなのマジ。しかもアルテラってめちゃめちゃめんどくさい、えアルテラってこれめっちゃめちゃめんどくさいやつやん、2025万、あれってこの人らやべえ今の、全スキルマにアルテラなんで全部作ってんのなあブラフはドロシ、これ全部50上げとかでしょ、やば、30上げか、やばすごい、いや弱い自分ってもうちょうどいい、落ちとして使わせてもらおう。やっぱこういう風にね、でも艦隊写真を撮るとね、あの意外とこういう風に勘違いされちゃうと思うんでね、ぜひとも艦隊写真を撮る際はね、あのちゃんと名前艦隊動画撮りたいとか艦隊写真撮りたいとかに書いておく。君意識高すぎだろマジで。まあそんな感じでね、皆さんここまでありがとうございました。まあパズドラの意識が高いことは分かったんでね、終わりましょう。ということでチャンネル登録高評価お願いします。ネタ切れなんでこれで終わります、バイバイ。最後まですごいな君たち、なんでずっとすごいんだよ。